はい、100万です。今ミキソー続きからやっていきます。なんか京介の本物の京介だか幻覚だか京介が現れるようになってきました。家族にお弁当もらいました。僕は学食に行きます。いつものように学食は賑わってる。ラーメンをカウンターで受け取ってテーブルにつく。弁当もらったが、なんだか気分が落ち着かない。大好物のはずのラーメンを前にしたままに食欲は湧いてこない。食欲の主張が強い。それにしてもずるずると麺もすすろうとし食器を抑えた。熱い。一旦指を器から離し、何気なく窓の外を見た。お、いた。マミヤ京介だ。椅子を、周到し、僕は立ち上がった。周到だってる。わからない。テーブルが揺れ、ラーメンの汁がこぼれたが、そんなことはしたことじゃない。学食を勢いよく飛び出し、京介の歩いていった方向へとひたすら走る。正体をはっきりさせてやる。僕は全力で、シャニムニ、シャジムジ。何これ、俺の知らない言葉。ひたすらだよ。わからない。しかしたった今まで京介がいた場所にはもう誰もいない。どうする?このことをマナミに話すべきなんだろうか。いや、話すべきではない。一体なんて説明するのだ。京介に会ったとでも言うのか。あまりに馬鹿げている。せっかく元気になってきたマナミを僕はまた混乱させてしまってどうするのだ。京介は死んだんだ。もういない。さっきの京介は他人の皿に違いない。そうやって自分を無理やり納得させた。うん、1周目でもマナミすげえ京介いるって言ってたし、やっぱり美女のせいなのかな。部屋ではみんなが思い思いにくつろいでた。マナミは椅子に座ってスナック菓子をつまんでる。どう?ひろきくんも食べる?なんかおかしい顔のついてるけど、ニコニコしながらスナック菓子の袋を差し出した。機嫌がいいね。いいですよ。僕は苦笑いしながらスナック菓子を一つまみした。またニコニコする。いいですよ。可愛らしい。彼女が笑顔を見せてくれるのは嬉しい。一緒に映画にいた時には京介のことでいいことがあったと言っていたが、また彼のことでいいことがあったの。なんでこんなこと聞いちゃったんだろう。言ってから後悔した。いくらまだ身の様子が軽いからって自分から京介のことを持ち出してどうする。よくわかったね。マナミを嬉しそうにしながら携帯を取り出した。怖い。マナミのチューパス。マナミの携帯、マナミのモバイル事情。マナミの携帯の使用頻度は低い。1ヶ月の利用料金は基本料金きっかりしか払わない。もちろん全く使用しないわけではないが、メールもする。ではなぜこの額だけで済むのか。それは無料通話分の繰り越しの範囲内でしか使用しないからだ。その上、無期限繰り越しサービスの運営にも預かっているので、しばらく携帯代はこれ以上か上がり気配はなさそうだ。は、その情報を知らんけど。携帯の液晶画面には受信命令が表示されている。もうちょっとしたら君に会えると思う。私を信じて待っていてほしい。発信者は、KM? わからない?京介マミヤ?彼女はまるで幼女のようにはにかみながらクスクスと笑った。KM? ようやく僕は気づいた。京介マミヤのことではないか?途端に背中におかんが走った。だってあの人死んだじゃん。やっぱり京介は本当に生きているのか?わかった?京介さんからなの。マナミ何を言っているんだ?京介は死んだんだよ。マナミは満面の笑みを浮かべている。いや、それでも信じることができない。大体本当に京介が生きているのならなぜイニシャルでメールを送るのだ。確かに。何かおかしい。僕やマナミを陥れようと何者かの意思を感じる。マナミ、分かってると思うけど、彼はもう。ちょっと身を隠していたのね。いやー。でもそれも終わりみたい。怖い。言葉を選んで話そうとすると、マナミに遮られた。夢見るように彼方を見つめて微笑む。もう何をどう言ったらいいのか分からなかった。狂ってるぜ。
部室に入ってきたのは青い顔した健吾だった。マサト死んだ。つかこの物質に他の奴らもいるんじゃん。から体に火をつけて飛び降りたらしい。他の奴ら何とも思わんかったの。他の奴らにはこの会話聞こえなかった。マサトが死んだというリアリティのない一言。いつもの悪い冗談だと思いたかった。しかし健吾の様子がいつもと違うわ。飛び降りたって自殺なのか。あいつの親から電話があったんだ。遺書とかはないって言ってた。しかしこのパートでマサトとそんな話さなかったからあんまりないな思い入れが。いつの間に死んだって感じなんだけど、2周目こういう感じか。火をつけて飛び降りたマサト。マサトの言葉を思い出した。ビジョンを飲むと焼け死ぬってマサトが言ってた、はい、まさかこのこと。いや僕も風は冷たい口調につれてみんな顔を見合わす。一応に顔をしかめた。今そんなことを言うのは不謹慎だったかもしれない。飲んだのはマサトだけじゃないんだぞ。アスカに冷静に悟されるとそれ以上何も言えなかった。ヒロキ携帯の電源切ってないか。マサトの親がお前にも知らせようと思ったんだけど、はい、携帯に繋がらなかったと言ってたぞ。携帯電話の電源は切ったままだったよ。なんか来てるかな。僕はメッセージを再生してみた。マサトの絶叫。自分に必死に自分に言い聞かせる。こげってなんだ。これはなんだ。見えた。マサトは何を言ってるんだ。何を見てるんだ。燃えた。携帯電話握る手が震えていた。メンバーたちも漠然としてる。ねえ大丈夫だよね。ビジョンを飲んじゃったけど大丈夫だよね。大丈夫ないです。大丈夫よ。一緒に飲んだのに私たちは何ともないじゃない。何ともなくないです。違う。何が。言語は何か言う。みんなよりも早く飲んでるんだよ。全員が驚きの声を上げた。キャンプの前に俺とマサトは下見に行ってるんだ。どういうこと。その時にあいつにビジョンを飲ませたんだよ。ちょっと何それ。家族も慌てた。だから俺たちはこれから症状が出るかもしれないんだ。やだ嘘でしょ。どうしてそんなもの飲ませたのよ。家族は健吾に食ってかかる。平和騒然。落ち着けって。今さら慌ててもしょうがないだろう。それはそうだけど熱く頼りになる。お前は飲んでないから落ち着いていられるんだ。ああだから喧嘩売る。に考えられる。熱くは冷静。ビジョンはどこで手に入れたんだ。ネットだよ。心霊スポットなんかで飲むと効果がアップするって噂だったんだ。そうか。どういう噂。ビジョンはまだあるか。言語は答えた。剣豪はデュックから取り出した。その幽霊屋敷で飲むと効果があるっていうのは誰発信な。薬を作った人発信なのかな。だって心霊スポットで飲むと効果があるって結局あの屋敷で飲まんと意味ないんちゃう。ちょっとその辺わかんないけど、まあいいか。その辺はうやむやな方がいいのかな。レイの袋を取り出すなり無造作にアスカに押し付ける。剣が出てた。ちょっと理屈がわからんかった。錠剤を眺めるアスカ。成分を調べてもらう。なるほど。どんな薬かわかれば対処方法があるに違いない。でもマサト君何を見ていたんだろう。そういえばあいつなんか変な女を見るって。でもそれだとあの焦げがって違和感ない。言われてみれば確かにおかしい。黒い女と焦げ何か関係あるかな。最後の俺は渡辺雅人だっていうのも変だな。そうなんか脈絡がないっていうか錯乱していただけでしょ。
そんなこと考えても意味ないわよ。和子、切れた。そうね、ごめん。マナミは和子をなだめるように謝った。ビジョンを飲んだメンバーを刺激しないように僕もマサトの幻覚の話をするのはやめた。大体そんなしたところでもうマサトは帰ってこない。今はただマサトの死を痛むことしかできない。マサトが死んだという責任を受け止めるだけだ。サークルが変に影響を受けないか心配だ。攻略が見でやっております。僕も当然ショックだが、きっとみんなそれは同じだ。こんなに突然マサトが死んでしまうなんて思いもしなかった。しばらくはマサトの話題に触れない方がいいかもしれない。僕だって話すのは辛い。そう考えてふと京介が死んだ直後のことを思い出した。あの時もみんながマナミを気遣って自然と京介の名前は出さなくなった。またこんな風に近しい人間が死んでしまったんだ。今一番ショックを受けているのはマナミかもしれない。いや、そんなことないんじゃない。マナミは京介のことしか考えないよ。マサトの実家は公営住宅だったので、杖は集会所で行われた。知り合いの杖はこれで2度目。京介の時もそうだったけど、知人の死というのは実感が湧かない。ああ、明日になればマサトに会えるような気もする。ああ、僕は証拠して意を眺めた。マサト、すまない。押し殺したような声でずっと泣いているのはマサトの妹だ。こんなあったっけ。渡辺家の貧乏脱出大作戦。マサトは家族の期待を一斉に背負って大学にやってきた。彼の家族構成は両親、祖父母、独身のおじい、高校生の弟、中学生の妹、5歳と2歳の弟という10人家族。家計は火の車だったが、両親は頑として就職を認めなかった。マサトが大学を卒業後、大企業に就職してお金を家に入れれば、この苦しい状況から一気に逆転できるという作戦なのである。まあ、家族の期待が大きい。辛いね。見ていられなかった。僕は早々と、通夜の席を去ることにした。僕は早々に通夜だった。サークルの仲間に誰とも出会わなかった。僕だけ？そんなんないよね。連絡通路はくすんだように薄暗い。切れかけ蛍光灯の虫に、蛍光灯が虫のように鳴きながら点滅していた。驚こうと大きな蛾が、明かりの下で鱗粉を散らす。通路の奥は蛍光灯が切れていなし、進むほどに闇は濃さを増す。こうだ。その闇の向こうに何かがいた。僕は目を凝らしてそれを見る。京介。京介、声ガスガスやん。人影だ。切れていたはずの蛍光灯が激しく明滅を始めた。闇と光が競うように入れ替わる。京介だ。彼を驚きを持って見つめた。捕まえてやる。本物なのか確かめてやる。だが迫ろうとした瞬間、蛍光灯が切れた。再び闇が広がり、何も見えない。京介。京介。僕の声を合図にしたかのように、またチカチカと蛍光灯が点灯した。明るくなった連絡ツールにも京介の姿はなかった。次の日。木曜日。あと4日かな、木曜含めて。睡眠による爽快感は全くない。疲労感が体にこびりついているような感じ。それでも気力を振り絞って僕は布団から這い出た。とてもじゃないがじっとはしていられない。ここ数日間でいくつも奇妙な出来事が身の回りで起きている。爪や舌の異変、女の声、マサトの死。はっきりとした確信はないものの、これらの出来事に何か関連があるように見えた。自分なりにいろいろと調べてみる必要がありそうだ。そうしないと得体の知れない不安がどんどん大きくなっていきそうな気がする。ビジョンについてアスカが調べてくれる。目先の問題の京介について調べよう。彼は1年前に死んだんだ。なぜ今更現れるんだ。
そこは謎を解く鍵かもしれない。うん。京介。僕はそう決意すると立ち上がった。そこはドラマの中で出てきそうな閑静な住宅街だった。僕は午前中の講義をサボり、京介の家までやってきた。どうなんだろうね。本当に京介生きてる説なのか。幻覚じゃないかな。マナミには絶対に内緒だが、僕は京介の身辺を調べたことがある。またストーカーやろう。京介がマナミの恋人だと知った直後の頃だ。あまりにも完璧なこの男に何か弱点はないかと考えたのである。今考えたら恥ずかしい話だ。京介の自宅までつけて行った時には、家に帰ってから激しく自己嫌悪に陥った。こんなことをするぐらいなら自分を磨いて正面から京介と戦おう。そうだ。相手の弱い部分を探ろうとするのは、自分は弱い人間だと認めることだ。弱いとこでしか勝負しようとしないからだ。俺は何を言っていいのか。そう決意してからすぐに京介はこの世を去った。俺は人に偉そうに言える人間じゃないだろ。死者が恋がだけでは勝てるはずもない。そんな口はもういい。ひよこでやっております。結果的に僕は京介の自宅を知っていて、それが今役に立とうとしているんだ。広い一軒家の庭は荒れ放題だった。今は空き家なのかもしれない。怒りだらけのインターホンのボタンを押してみた。スカスカと手応えがない。壊れているようだ。門の扉を押すとあっさりと開いた。玄関の前に行きドアをノックする。あ、ちょ、入れる。しばらく待ってみたが何の返答もなかった。ドアの棒に行ってそっと引いてみる。やはり鍵がかかっているようだ。周囲に人の姿がないのを確認してから僕は壁に沿って家の裏へと回っていった。塀と壁の間の狭い隙間は体を横にして進むと窓があった。ちょっと動かしてみると簡単に開いた。ここは鍵がかかっていないようだ。窓のわずかな隙間から湿ったカビ臭い匂いがする。小さな窓だが中に入れないこともなさそうだ。僕は陽気して頭から窓をかぶった。生まれて子馬のように床に落ちる。入ってなんかある。室内は真っ暗だが少しずつ目が慣れていく。踏みしめた床から埃が舞い上がる。きたね。それを吸い込んでひどくむせた。カビ臭い空気を吸っていると頭が痛くなった。僕は恐る恐る中の様子を伺った。ごめんください。入っちゃいましたよ。今更と思いつつも声をかける。やはり何の反応も返ってこなかった。1階にはまず広いキッチンとダイニングがあった。家具には布がかけられ、どこも薄く埃が積もっていた。客間はかなり広い。分厚い絨毯が足音を吸収してしまう。この家に誰も住んでいないことはもう明らかだろう。あの事故の後、引っ越したのかもしれない。家具とか全部置いてか。僕は1階の部屋の扉を片っ端から開いていった。トイレ、寝室と見て回り、書斎に入った。家具は残ったままか。本棚にはタイトルすら読めない外国の本が並んでいる。たまに日本語のタイトルがあっても、古文書に類するものなので、これまた読むことができない。ただなんとなく表紙からオカルト関係の本だと推測できた。あれ？本棚に一箇所だけ空いている部分があった。どうやらそこにあった本だけは持ち出されたようだ。その空いている部分を調べてみると、一冊のすっぺらいファイルが倒れていた。薄く埃の積もったファイルを開いてみる。なんだこれ？中には一枚の写真が入っていた。祭壇のようなものを背景に男女が並んでいる。そこには京介も写っていた。仮面の女性に腕を回し、誇らしげに微笑んでいる。京介の背後に5人の女性が立っていた。その中に、マナミがいた。これは一体何をしているところなんだろう。なんだか儀式をしているように見えるが、チャイムが、マナミ以外の4人の女性に見覚えはない。僕は思わず、曽我香山を覚えた。
マナミが心配になった C 京介に疑念を抱いた C だね。僕はまず京介に疑念を抱いた。異様な雰囲気の写真だ。京介は陰で何かおかしなことをやっていたのではないだろうか。仮面の女性は何者なんだろう。まあ考えれば一周目で明らかになったけど、その屋敷が京介の別荘だとかなんだとか、仮面の女性は何者なんだろう。女性だということは間違いないと思うのだが、ただ映っている様子から京介と親密な関係であるということだけは見て取れた。僕は写真を取り出しファイルをめくった。すると名簿らしきものが入っていた。何十人もの名前と連絡先が書かれている。その中にバツ印の付けられている名前があった。全部で5人で、どれも女性ばかり。マナミもその中の一人だった。写真に並んで写っているのはこの印のついた女性たちかもしれない。しばらく迷ったが、僕は配慮を手にして京介の家から出た。なんだろう、ちょっと重要アイテムっぽいが。自宅のアパートに戻ろうとすると携帯がメールを受信した。携帯を手に取って確認すると、代わりからのメールだった。急いで部室に来て。健吾の様子がおかしいの。健吾の様子がおかしい。僕は急いで大学に向かうことにした。はい。健吾。椅子に座った健吾の周りはみんなが囲んでいる。何やらただならぬ雰囲気だ。さっきからずっとこんな調子で。僕に気づいたマナミが困った顔をする。どうやらマナミ以外のメンバーで健吾を、質問しているようだ。ねえ、黙ってちゃわからないよ。香りが厳しい口調で迫る。健吾はうなだれたまま顔を上げない。全く変なもの飲ませた張本人がこんな調子じゃ。家族は皮肉たっぷりに言う。そうだ、俺が悪いんだ。でもだからって昨日から俺も見るんだよ。蚊の鳴くような声で健吾がつぶやいた。何を。一斉にみんなの背が健吾に集まった。まなみが静かに聞いた。なんか黒い女っていうか、でもわかんねえよ。黒い女。その言葉に僕だけが反応した。他のみんなの間には冷たい空気が流れてる。やめてよ、ふざけるのは。ふざけてねえよ。ふざけて、そんなこと言えねえって。家族はきつくたしなめる。キングは今にも泣き出しそうな表情だ。わかったよ、もっと詳しく聞かせてくれ。ここは見たとこ。僕はもっと黒い女の話が聞きたかった。部屋とかに一人でいると黒い女が出てくるんだ。黒い女。マサトが見たのと同じ女なんだろうか。え？心臓は静かみにされたようだった。それにその女を見るようになってからこんなになっちまったんだ。爪黒いわ。僕と健吾の身に同じことが起こってる。どうして。僕ビジョンなんて飲んでない。黒くなってるんだよ。思わず自分の手を見えないようにした。喉が限界だ。どうして僕まで。そんな女見る。見ない。和子は何にも。和子と香織は見てない。だったら俺は何であんなものを見るんだよ。一緒に飲んだ香織たちに変化がないことで健吾の動揺はさらに激しくなった。サークル物質が静まり返った。誰も口を開かない。あのさ、ビジョンってどんな味がした。家族に聞いた。味？なんか焦げたような苦い味だったけど。あっちゃっちゃ、それは死刑宣告のようなものだった。なんということでしょう。僕も飲んでいた。いつの間に。どんな方法で。ひろきくん、どうしたの。誰が。顔色が悪いよ。いや、何でもない。マナミが声をかけてくれたが、僕は精一杯強かった。知らない間に誰かにビジョンを飲まされた。いくらマナミでもそんな話は信じられないだろう。
言語と一緒に大学校内歩いた。じゃあ僕は用があるからここで。ケンガは物言いたげな顔したが、付き合ってやるわけにはいかなかった。僕は調べなきゃいけないものがある。京介はこのままにしてはいけない。廊下を歩きながらレイの入るとにらめっこをしていた。ここは見てない。この儀式の写真、真ん中に写っている仮面の女性は誰なのだろう。まなみに聞いてみればいいことだが、そうすると京介の家に忍び込んだのがバレてしまう。泥棒のような真似をしたことが知れば、まなみだっていい気がしないだろう。となれば写真のことを伏せながら遠回しに聞いてみるかもしれない。要点をいくつかメモしてまなみの携帯に出ました。聞きづらいよな。でもあれ、ひろきくん、なんか楽しそうだね。わかる？わかる？弾んだ声が耳に飛び込んできた。わからないにも今にも笑い出しそうな声だ。なんかちょっと狂気や。まるで先ほどの剣豪の一件などすっかり忘れたかのようだ。だってもうすぐだから。もうすぐ、ね、もうすぐって何が？内緒。それより何の用でしょうか？何がもうすぐなのだ。ふざけているのか。妙にかしこまった口調だ。うん、京介のことなんだ。京介さん。ああ、食いつきがすごい。僕は彼の名前をあまり出したくはなかった。彼女の声はさらに嬉しそうだね。あの人の家族って何をやってるの？家族？途端に彼女が怪しかった。とりあえず京介の家族のことを聞いてみようと思ったが、やぶ蛇だったか。背中に嫌な汗を感じる。いわき町としたら、それじゃあお母さんは？言い訳しようとしたら、その矢先にマナミは重い口を開いた。何気なく言いたいのだが、マナミは黙ってしまった。お母さんは立派な方よ。急に、なんていうもの、おごそかな口調になった。違うな、なんかわかんねえ感じ。めねえ。いきなり飛び出した言葉に面食らった。奇跡の娘たちの会。それって何？まるで聞いたことのない名前だった。奇跡の娘たちの会。京介さんのお母さんを中心とする集まりなの。きっぱりとそう言った。京介の母親はどんな人なのだろうか。私も一度だけ集会に呼ばれたの。集会？あの写真に写っていたものだろうか。それってどんな感じなの？怪しない？ひろきくん、どうしてそんなことを？いや別に、ちょっと気になっただけで。マナミが警戒するような声を出す。ボロが出そうになり慌てて電話を切った。いや、そんな言われたら誰でも気になるやろ。誰も聞きたくなるやろ。それでも大きな収穫があった。奇跡の娘たちの会について調べてみる価値はありそうだ。僕は図書館へ向かって歩き出した。はい、じゃあ今回はこの辺にしときましょうかね。いろいろ気になることが結構出てきたね。うん。なんだだろう。結構前回のルートと大きく外れてきたような気がしなくもないけど、まあ次回また見てみましょう。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。ひよこまでした。さようなら。